ニュースマグビです。深夜3時過ぎの東京六本木、この日47歳を迎えた高岡早紀さんは誕生日会を終え、20人ほどの友人に見送られていました。その背後にはピタリと体を寄せる一人の男性の姿がありました。男性は2014年に高岡さんと交際が報じられた外食産業ダイヤモンドダイニングの創業者松村敦久氏。松村氏は自身の著書で、体が硬直して歩けなくなったり、手足が震えるなどの症状が出る難病、若年性パーキンソン病を患っていることを明かしています。高岡さんが彼を支える献身的な姿が印象的です。ニュースマグビ。